熱海市だけで推計13億円。台風19号により観光への被害の総額です。熱海市は大規模な断水を防ごうと新たな対策を考えています。台風19号では神波町内の土砂崩れで熱海市に水を送る水道管が壊れ、およそ7000世帯が断水しました。市によりますと、この断水で52の宿泊施設が休業に追い込まれるなど、観光に与えた被害額は推計4億7000万円に上ります。また宿泊客のキャンセルなどによる観光への影響は推計8億3000万円とみられ、合わせて13億円の損失が出たことになります。遠方から水を運んでくることのリスク、これが再認識したということであります。自己水の開発を今も進めておりますが、今後も含めてしっかり進めていかなければならないと思っています。そして熱海市の斉藤市長は、影響が大きかった断水への対策について、県東部から運ばれる県の水道に頼らず、市内にある水源を増やしていく考えを示しました。